傾けろもっと傾けろか。昨日スーパーで買ったパンが実はすごいニンニク入ってたの。それででも美味しくて食べたら、なんかずっと友が午前中私のことニンニクの匂いがすごい強いって言って顔よけて、すごい失礼。ごめんなさい。大丈夫、俺も後でもらったから俺も今臭い。私は自分では分からない。すごい失礼だよ。裏が公園？うん。もうすぐ旧市街、はい、エリア。次って行ってみようか。はい。に来てこういう教会の文化になったからさ、キリスト教のまた綺麗ね。これはロシア正教会だって。綺麗だね、うん、ヨーロッパっぽいな。お昼です。いいな、美味しいといいね。ツナラップすごいずっしり。ツナ食べたくて熱々だって。私はジャパニーズカレー取ってあげようか。久々にすごい熱そうだよ。熱々。ちょっツナいっぱい入ってる。美味しそう。食べなくて私たち平気だったね。確かに。自由の記念碑っていう像で私見てみたかったんだけど、うん、1918年からのラトビア独立戦争で命を落とした兵たちに捧げる像っていう。ラトビアは結構歴史的にね、いろんな国の戦、なんていうか支配下に、そうそう、統治下にあった国で、だって最近だよね、割と。そうだよね、独立したのがね。なかなか。みんな見てる。
辺気持ちいいね、すごい、ね、なんかザ・ヨーロッパの石畳っぽい。あ失礼、取らないでブルガリも入ってるよ、絵になるね。今日はセミがカメラを撮るらしいです。おいしょ、任しときな。綺麗。綺麗。あっちの方もテラス席いっぱいある。ね。テラスで飲むか。今？後で。いいよ。いっぱい。まああんまり考えるのやめるかね。無粋だよね。無粋だよ。綺麗、街並みが本当に、ね、なんか思ってたよりパステル調だな。ねえ、絵本の世界みたいな。あれ本物のひまわりか。本物でしょ。それがまたこう、傾けな、もっと傾けるか、奥に立てない、横にするちょっと一回泡抜いてからもう少し立たせてもらえる、うん、見たことある、黒パン揚げたやつなんだけど、それ食べようよ、これね、名物なんだよ。まあ、ささやかな。ささやかな。いただきます。おいしい。あ、おいしい。なんかあれだよね、有名なんでしょ、ラタビアって。あのなんとかパン、黒パン黒パンあげたやつ、ラスクみたいな感じかね。つまみって感じ、なんかしょっぱい、ラスクほどサクサクカリカリじゃなくて、ちょっとシュワシュワする、ジュワジュワ。油だよ、揚げてんだよ、うん、かつなんかちょっとさ、スパイスが入ってるよね、ちょっとね。スパイスっていうか、もともとそういう、うん、香草みたいなのが練り込んであるパンなんだよ。
スズメと話してる。後ろにいる。入っちゃった。帰るか。帰りたくなった。綺麗だね、レンガが。眠い。またさ、夜お散歩に行ってもいいんじゃない？出るかな。出るか。二人ともお酒飲んで眠くなっちゃったので帰ります。